三河武士の心構えを表現しています。愛知県の東岡崎駅前にある徳川家康の騎馬像、その台座を囲むように新たに4つの武将の像が作られました。4つの像は獅神像と呼ばれ、徳川家康と家康を支えた三河武士の4つの心構え、仁、智、勇、智をそれぞれ表現しています。仁は忍耐、智は知恵、勇は勇気、智は人からの信頼を象徴していて、岐阜県土岐市出身の彫刻家神戸峰夫さんが制作しました。